伴走型相談支援と、そして経済的支援と一体化したこのパッケージでこの支援をしていこうということを考えていますが、その先駆け的な取り組みを皆さんがやっておられるわけですが、やってみてどうでしょうか。素材のすべてにですね、保健師一人が対応することは大変不可能で困難です。そのためにフィンランドのように児童福祉と連携をして一体的に支援をした方がいいんじゃないかというふうに考えました。今までのその縦割りの行政というところからですね、脱却しまして、区民の方からは公共と受け止められているというふうに考えております。母子保健と児童福祉のやはり一体化、これ言葉だけではなく、やはり職員の意識改革が必要なのかなというふうに思うんです。関係性を作っているのには、顔合わせというのがとっても大事で、それにはまず育児パッケージっていうのを新たに組み立てても効果的でしたし、お母さんの方がここに遊びに来て、ここの職員と信頼関係を作った上で気軽にご相談ができるようになるのではないか、訪問という方法をとって、区民の方に会いに行ったりですとか、あとはこういった子育て支援センターでしたり、保育園、幼稚園の方に直接私たちの方から出向いて行くことで、アウトリーチという方法を取ることを行っています。困っている方とか相談をしに来られる方との人間付き合いというか、この接し方について、何かこの弊社苦労されてるとか、何も苦労していない時に会っておくっていうことがすごくポイントかなと思います。私たちは弊社からね、そうですね、早めにちょっとお会いするっていうことで、今はハッピーで楽しいっていうのの時に、一度会ってたり一度来た場所であれば、何か困った時にまた思い出して、ああそこに相談してみようとか、あの人に電話してみようって思える可能性があると思うんです。子ども家庭センターの全国展開、そして伴走型相談支援と経済的支援 この一体的実施、こうしたものをこれから進めていく上で、今日の皆さんの話をぜひ参考にさせていただきたいと、思っています。本当に今日はありがとうございました。